脇谷荒井関。荒井関の右側に、通船用の脇谷公門があり、写真中央上に見えるのがそのゲートである。脇谷荒井関は、宮城県の登米市と石巻市の境界付近にある、荒井関である。時葉荒井関と共に北上川と、旧北上川を分流する施設である。通船のために、脇谷公門が、放水のために、脇谷水門がこれに併設されている。 これら一連の施設群は昭和の初めに竣工した。日本の文、水石技術黎明期に建設された希少な建築物であることから2004年に北上川分流施設群の一つとして土木学会戦勝土木遺産に認定された。また、これらの老朽化した施設を保管するため上流側に新しく脇谷水門が建設され2004年に竣工した。 北上川流域は昔から農業や物資の運搬などに利用されてきた。しかし一方で洪水喉に川沿いの地域に甚大な被害が出ていた。北上川流域の洪水被害は堤防が破壊され被害が拡大する、本川の洪水が視線に逆流し氾濫する、洪水後すぐには減水せず農作物が取れなくなるなど深刻だった。 1910年8月と9月の2度の大洪水を受けて政府は北上川下流の改修工事に乗り出し、1911年度から1921年度にかけて行う改修計画を立てた。これが北上川第一期改修工事である。北上川改修の目的は洪水の防御、北上川、支流波佐川並びにエアイ川への逆流防止、航路の改良の3つとされた。 この改修計画の主要な内容が、柳津から飯野川に至る新しい稼働の改作並びに飯野川稼働関の建設と、柳津における北上川を分流する施設の建設だった。この分流施設が、時キハアラ関と、脇谷荒井関である。通常時は、新稼働の飯野川稼働関及び、分流地点の時キハアラ関、脇谷荒井関が水量を制御し、洪水時は、 いいの川稼働席が全開になることで、新稼働側が多くの水量を受け持つという治水計画だった。計画当初、分流地点に計画された席は、時葉側だけだった。しかし、時葉の地盤は悪く、席の規模は縮小され、席に堤防を盛ることも中止された。そこで、比較的地盤の良かった脇谷にもう一つの席が作られ、二つの席が分流の機能を担うことになった。 1921年度完了予定だった改修工事だが第一次世界大戦の影響による物価の高騰やその反動の強行、関東大震災の影響、稼働席の設計変更などのために完成は予定より大幅に遅れた。北上川の分水式は1931年に行われ改修工事は1934年に完了した。 北上川第一期改修工事では、新北上川が洪水時の水量の多くを受け持つ計画だったが、1947年のカスリーン台風及び1948年のアイオン台風では甚大な水害が発生した。これを受けて、1948年に北上川の治水計画は、旧北上川へ洪水を完全に流さない方針へと変わった。これには、 まず新北上川の改修が行われたが、それだけでは、旧北上川への洪水の分派を完全にはなくすことはできず、平成の時代に入ると分流施設の改修が行われることになった。この時の検討案の一つに、脇谷荒井関並びに、時払井関の間に、新しい水路と巨大な水門を建設し、脇谷荒井関と時払井関を機能停止の上、 陸揚げするというものがあった。歴史的な建築物の扱いをめぐって議論が行われ、脇谷荒井関と時キハ荒井関を機能させたまま存続させ、それらの上流に洪水対策用の新しい水門を建設するという案が最終的に採用された。これによって、脇谷荒井関の上流に、脇谷水門が、時キハ荒井関の上流に、時キ水門がそれぞれ建設された。 北上川本川と旧北上川を分流する施設で、荒井関の穴から水を流すオリフィスという構造の固定石である。幅2.35メートル、高さ1.65メートル、長さ9メートルの暗渠6連という構造で、右岸側に漁道を備える。平常時には、石の穴を通して旧北上川へ水が支給される。また、洪水地には、石の上を 水が越流する。これにより、旧北上川への流量が軽減され、四線への逆流が緩和される仕組みだった。1925年着工、1932年浸工、公費約4万5千円。北上川の分流により、北上川本川と旧北上川の間に水位差が生じることになった。脇谷公門は、この水位差を超えて、 船が航行するための校門である。脇谷荒井寺駅の左岸側に併設されている。全長73メートルで水調節を行う講室の室長は46.6メートル、幅7.8メートル。講室前後のゲートは上下2段の引き上げ式構成扉である。1925年着工で岩盤掘削、コンクリートの基礎や側壁の施行後、1927年に、 扉や開閉装置などの機械類の製造が行われた。1928年からそれらの設置が行われ、1932年に、竣工公費約18万円、水量調節用の水門及び放水路。放水路は延長159メートルの水道で、高門より左岸の地下を通っている。流入口の水門は4門で、流出口は2連構造である。 1928年着工、1930年水道部貫通、1931年竣工、または1925年着工、1932年竣工とも、公費約9万4千円。洪水対策用の水門で、脇谷荒井関のすぐ上流に建設された。左岸側に通線部1門を、右岸側に小水門3門を備える。 通線部は幅10メートル、全高12.79メートルの二段式、構成ローラーゲート。小水門は幅6.7メートル、高さ4.26メートルの構成ローラーゲート。開閉形式はいずれもワイヤーロープインチ式である。脇谷荒井関との関連から、ゲート形式、左右非対称、一部機械類色質という衣装で、設計された。管理橋が水門の上部にかかる。 平常時は全門開門で、洪水時は全門閉門。停水時は状況によって水門の一部が開閉される。2001年着工、2004年竣工。ありがとうございます。